私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。3時のヒロインゆめっち芸能活動休止。理由は体調不良、復帰時期は未定。福田巻かなでの2人で活動継続へ。2019年の第3回女芸人の1決定戦 ザ・ W で優勝し、テレビに引っ張りだこの人気お笑いトリオ、3時のヒロインのボケ担当ゆめっちさん。本名イコール溝田夢27歳が芸能活動を休止することが発表されました。所属事務所吉本興業の発表によれば、3時のヒロインゆめっちさんは先日から体調不良を訴え活動を控えていたそうなのですが、改めて体調を万全に整え復帰に向けて一定期間休養することになりました。当社としましては担当医師の判断に基づき、本人の健康回復を第一に考え、当面の間、休養期間を設けることといたしました。とコメントしています。デイリースポーツの取材によると、ゆめっちさんは今年1月から体調不良を、訴え念のために PCR 検査を受けるも陰性で、仕事を再開するも、再び体調不良を訴えたことで4月から休養していたそうです。体調不良の原因は明らかにされていませんが、現在は快方に向かっていて、入院せずに療養しているといい、現時点で復帰時期は未定とのことです。ゆめっちさんの芸能活動休止発表を受けて、相方の福田巻さん33とかなでさん、本名イコール上田荘29歳は、それぞれのツイッターを更新し、ゆめっちさんが復帰するまで2人で活動することを報告しています。そして、3時のヒロインゆめっちさんの芸能活動休止発表にネット上では、最近、福田とかなでの2人しかテレビに出てなかったのが気になってた。ゆめっちの体調が良くなかったんだね。お大事に。3時のヒロイン、最近結構活躍してるよね。忙しくて疲れが出ちゃったのかもね。毎日出てるもんね。残り2人も無理せずに。休養する芸能人多いね。事務所働かせすぎなんじゃない。今朝もエンタメニュースで、ゆめっちはいないんだ。と思ったばかり。二人とゆりやんがビールのイベントに出てましたね。働きすぎじゃないかな。みんなが同じペースで働けるわけじゃないけど、言い出しづらくもあるだろうから悩むよね。ゆっくり休んでほしいな。ゆめっちが休養すること自体は気の毒だと思うけど、芸能界が徐々に調子が悪いから休みますと報道するようになってきているのはとてもいい流れだと思う、などの声が上がっています。ゆめっちさんは1月22日にツイッター上で体調不良を理由に休養していることを報告し、それから1週間後に仕事復帰が発表されましたが、1ヶ月後の2月24日に再び体調不良で休養し、3月25日にも出演予定だったイベントを欠席していました。そのため、ここ最近は福田巻さんとかなでさんの2人で活動することが増えており、少し前からネット上では、ゆめっちさんが突然消えた理由をめぐって様々な憶測も飛び交っていました。年明けから訴えていた体調不良の原因は不明ですが、ゆめっちさんはピンでも様々な番組に出演したり、ファッション関連の活動をしていて、先日体調不良で一時休養を発表した女優広瀬アリスさんと同様に、オーバーワーク気味だったことで体調を崩してしまった可能性もありますね。3時のヒロインは、ザ・ W で優勝してからメディア露出が激増し、2020年の番組出演本数は314本、前年は34本、昨年も300本以上の番組に出演しており、テレビで見ない日はないと言っても過言ではないほどの活躍ぶりです。仕事量の多さが体調不良の原因とは言い切れませんが、医師からも休養した方がいいと判断されたとのことで、しばらくゆっくり休んでほしいですし、福田巻さんとかなでさんも無理しすぎないようにしてもらいたいですね。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。